舞子さん？あら、いつきくん？どうしたんですか？ニヤニヤして。守ちゃんと月のことを考えていたのよ。これは必然かしらね。何がですか？コラボよ。え？考えてもみなさい。二次元と三次元の夢のコラボレーション、あらゆるお兄さんを駆逐する究極のデュオ。みずみずしい青き果実を前に、人はキンキンの感情、いえ、母性本能を呼び覚ますわ。はあ。いつきくんだって黙ってられないでしょ。そりゃ、まあ決まりね。こうしている間にも二人は刻一刻と年齢を重ねていくわ。早くこの話をしないと。そんな大げさな。あなたにはまだわからないわ。キリアさん。私がキリアの仕事を間違えて取っちゃってね。まあとりあえずってことで企画書を見せたら急にこうなっちゃったのよ。どんな仕事なんですか？それがね、アブソリュートかわいいっていう深夜番組なんだけど、キリアがかわいい着ぐるみ着て番組の MC をやることになっちゃって。いつきくん、なんとかあの子なだめてくれない？キャンセルならキャンセルで構わないし。キリアさん、殺すわ。あなたを殺して私も殺して、マイコは当然殺して、特に理由はないけどトーマも殺すわ。落ち着いてくださいキリアさん。みんな殺すわ。見苦しいところを見せたわね。一体どうしたんですか急に。これダメなのよ。私こういうふわふわもこもこしたものが見てると我慢できなくなっちゃうの。気持ち悪いでしょ。そんなことないです。キリアさんだって女の子じゃないですか。そのくらい普通だと思います。本当に本当にそう思う？はい。私子供の頃からああいう可愛いものが大好きだったのよ。お洋服もフリフリしたのばっかり着てたしね。だけど成長するにつれて身長は伸び、顔つきは鋭くなって、だんだんそういうのが似合わなくなっていったわ。
ある日ね、言われたのよ。仲の良かった友達から気持ち悪いって。その一言が今日までずっとしこりのように残っているのよ。そんな。そんなことがあったからね、似合わないことは全部やめたわ。本当に似合っているのか、他人の目を気にして生きているうちに、クールなキリアの出来上がり。これは可愛いものが好きな私が確かに生きていたっていう証なの。だから片身、無理に押し殺してるせいかな。たまにさっきみたいに発作が起こるのよ。完全に不意打ちだったわ。あんな醜態、二度と許されない。こんな思いを抱えるくらいなら、未練も思いも壊してしまった方がいい。だから、いつき、付き合ってほしい場所があるの。付き合ってほしい場所？後で連絡するから待ってて。ここよ。ここに現れる可愛いモンスターを絶滅させるの。正気？あの子、いや、あいつの可愛さが私の心をかき乱すの。一匹残らず倒せれば、きっと過去の自分と決別できるはず。いろいろ破綻しているわよ、あなた。ずいぶん病んでいるわね。うるさい、行くわよ。私の歌が聞きたいの？準備 OK だよ。終わりよ。まだまだ強くなるわ。やってみるね。頑張って。そうね、やった。私たちの勝ちだね。こん
険なものね。敵が現れたぞ。一気に片付けるぜ。すべて蹴散らす。カルネージホール。赤木トーマ剣山。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。決まった。余裕余裕。いろいろ試したいことがあるの。ああ、わかったわよ。バッチリ合わせるからね。任せたわよ、サーリャ。やったわ。やってみるね。よろしくね。そうね。やった。私たちの勝ちだね。こんなものね。気をつけろ。せい。先生だ。悪く思うなよ。行くわよ、サーリア。カルネージフォーム。どんどん盛り上がっていくわよ。落ち着いていこう。熱い戦いだったぜ。リツキ、いや近いぞ。まずいな。俺だって成長してるはず。よく頑張ったな、リツキ。俺に任せて。一緒に行こう、クロム。おう。決まった。ヒーロー参上ってな。行くわよ。お任せだよ。これでどう。こんなものね。やってみるね。よろしくね。そうね。これで終わり。私たちの勝ちね。少し、このまま、行くわよ。キリアさん、大丈夫ですか？ずいぶん苦しそうですが。大丈夫、もう少しで、きっと。誰か、先生だ。悪く思うなよ。戦場。
駆け抜けるぞ。お。落ち着いていこう。これで俺は負けん。じゃあ俺も本気で。サーリャ、私に力を貸して。遊んであげる。お任せだよ。はっ。まだまだ強くなるわ。せーの、よろしくね。もう一つおまけ。これで終わり。こんなものね。敵だ。一気に決めろ。はっ。急成功。行こう。ミラージュアタック。行けるぞ。了解。これで。俺についてこれるかよ。その調子だ、イツキ。うん、ありがとう。俺の力、解放可能だ。ありがとうよ、カイン。私の歌が聞きたいの？バッチリ合わせるからね。はっ。手応えがない。せーの、頑張って。私だってやった。私たちの勝ちだね。私たちの勝ちね。開始だ。行こう、みんな。これだな。輝いてるぜ。ほら、やり。サーリャ、私に力を貸して。遊んであげる。準備 OK だよ。耐えられるかしら。やったわ。やってみるね、翼お姉ちゃん。もう一つおまけ。これで終わり。いいライブだったわ。どうして、どうしてあいつらは私の前からいなくならないの？どうしてって、それは無理。ここのモンスターは無尽蔵に生成されるわ。それがこの世界の仕組みだもの。どうして私の心からいなくならないの？殺す必要なんてないと思います。え？イツキの言う通りよ。そんなの当たり前じゃない。思いを殺したりなんてできない。簡単に殺せるようならそれは偽物。生きていく限り折り合いをつけていかなきゃいけないのよ。
ありゃ。キリアさんはどうするんですか？やるわ。私、着ぐるみの仕事受ける。私は可愛いものが好きだった自分から目を背けない。ちゃんと受け入れるわ。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ。新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。パフォーマーが揃っていれば作れるよ。試してみてね。このレディアントスキルはもう覚えてるよ。これでいいかな？それじゃあ、ユニティするよ。いくよ。レディアント、ユニティ。ザリア。ギリア。駆け上がるわよ、スターダム。あの、サーリャ。なに？今回のこと、感謝してる。その、ありがとう。かわいい。は？本当に可愛いわ、あなた。ねえ、思いは殺せないって言ったけれど、あれ嘘なの？そう。私が今研究している秘術を使えば、相手の心を縛って意のままに動くお人形にすることだってできるのよ。で？今のあなた、とっても可愛いから、お人形にして手元に置いておこうかしら。お断りよ。冗談きついわ。それもそうね。私の言いなりになるあなたなんて、想像しただけでもおぞましいわ。失礼なやつ。それじゃあ、行ってくるわ、サーリャ。ふふ、行ってらっしゃい。
キリア。今週から MC を担当するのは私、黒猫のクロエだよ。さあ、今週も巷にあふれる可愛いものをどんどん紹介していくよ。今週の可愛いはにゃっと、これ道元ザウルスだにゃ。この道元ザウルス、お台場のダイタマでやってるイベント、ダイタマ王国で会えちゃうんだ。今日はこのダイタマ王国をもりもりチェックしていくよ。それじゃあ今日も張り切ってアブソリュートかわいい、イエーイ。アブソリュートかわいい。お疲れ様です、キリアさん。イツキ、来てたの？お疲れ。で、その、どうかな？私の着ぐるみ姿。クロエっていうの。モフモフしてもいいですか？実は俺も収録中から我慢できなくて。な、ば、何言ってるのよ。ダメに決まってるでしょ。そうですか。ねえ、いつき。私はもう変わることはないと思ってた。この変化は、いい変化なんだよね。はい、そうだと思います。そうならよかった。いいから、